ここからは新井さんに伺いますどうぞよろしくお願いします今日は教育現場での子どもへの性犯罪防止対策について解説をします、はい、はい。まずはこちらをご覧ください、えー、一昨年強制性交等の罪で警察が認知した犯罪のうち被害者が10代以下だったケースの割合です こうしてみると、被害者全体の4割以上が10代以下の若者や子供なんですね。はい、そうなんですかな。深刻な被害がある一方で、必ずしも相談や被害届の提出につながっていない現状があります。内閣府の調査によると、被害に遭った若者や子供の半数以上が誰にも相談しなかったと答えています。さらに、 加害者との関係は教員や部活動の指導者などを挙げた割合が最も多く全体でおよそ3割となっています。 まあ、あのこれは犯罪行為ではないんですけれども県内でも今週ですね教え子の女子生徒に下心があるというメッセージを送ったとして定職6ヶ月の懲戒処分を受けた教員のニュースがありましたがこれ被害を受けた女子生徒というのは卒業後にようやく相談ができたということでこれ学校の関係者となるともう言い出せずに悩んでしまっているという子どもも,多いかもしれませんねね、はい、そうです、ね、えこうした現状を受けて政府は教員や保育士などに子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴を がないかを確認する制度、日本版 D.B.S. の導入に向けて動いています。この日本版 D.B.S. 改めてポイントを教えてください。はい、え法案によると、性犯罪によって服役した場合は刑の執行終了から20年間、うん、罰金刑以下の場合は刑の執行終了から10年間、子どもと関わる仕事に就くことができなくなります。また、学校や保育所などの事業者が職員やボランティアスタッフに性犯罪歴が ないか確認することを義務付けていて違反した場合公表などの対象にするとしていますこれはどんな事業者が対象になるんでしょうか、はいえー、義務化の対象は法律で認定されている学校や保育所幼稚園児童養護施設などがあります一方認可外保育所や放課後学童クラブ学習塾などは 義務化の対象ではありませんが性犯罪歴の確認やスタッフの研修相談体制など基準をクリアした場合は国から認定されそれを利用者に示すことができます。 まあ、あの制度化されていますとこれ子どもを預ける側としては安心材料ということになりますけれども、はい、逆にです、ね、この制度に対する懸念事項というのは何かかありますでしょうか、はいえー、先ほども触れましたが、えー、性犯罪はそもそも被害届を出していないケースが多いという上にうえに、ー、不起訴となった場合は対象外犯罪履歴の、えー、紹介期間が過ぎた場合は加害者は確認できない対象外になっている犯罪があるなど課題はあります。 ふさん女性、そして子どもに対する支援をする活動をされていますけれども、はい、この制度については 実際皆さんはどのような意見をお持ちなんでしょうかね、はいえー、今回解説するにあたって、えー、保護者や子どもに関わる事業者などにお話を聞いてきました、はい、はい、まず保護者ですがまあ、田舎だから性犯罪はないだろうという声があった一方で、えー、性犯罪は再犯率が高いと聞いていたので必要だと思う SNS での被害も心配な中せめて学校や塾は安心の場にしてほしいといった声がありましたこれはもう子ども預ける保護者の皆さんの切実 な思いですよねまた過去に性犯罪歴がある人を雇用していたことが発覚した事業者では<ー>、えー、経験上 DBS は絶対に必要とお話をししていました、えー、性犯罪を防止する対策は現場で行っているけれども採用前に、えー、どんな人物かを把握できるのは非常に有効であるということそして、えーま、職員を疑うようなことにはなるけれども被害を防ぐことが第一だからやむを得ないとのことでした。 これはもう実際に子どもと関わる事業者からのですね本当にこれは非常に重みのある意見ですよね、はい、そうですね、えー、この日本版 DBS の導入について、えー、加害者の職業選択の自由やプライバシーへの配慮など課題はあります、うん、ただ子どもを守るための手段として必要だと私は思っています一方でこの制度はあくまで子どもに接する仕事に従事している人を対象としているため社会から性犯罪者がいなくなるわけではないんです、うん、これ被害があって 相談をためらうというケースがまあ多いという性犯罪ですから。はい こうした中で子どもたちを守っていくためにはどうしたらいいんでしょうかはい、えー、子どもたちを守るためには、えー、DBS 以外の犯罪防止策加害者構成のためのアプローチ子どもの性教育などさまざまな方法や周りの人の意識によって社会全体で子どもを守る必要があります、えー、今回私がお話を伺った中で、えー、普段から予防教育として、えー、子どもの体を触りたいと思っている人は周りにいるかもしれないよという話を子どもにしている方がいます 子どもが分かる範囲で性犯罪について話をするというのも必要なことかもしれません。